フェリックス・カルバハルはキューバの陸上競技選手である。彼は1904年に開催されたセントルイスオリンピックのマラソン競技で4位に入った。1875年にハバナ州のサンアントニオデロス・バニオスで生まれた。カルバハルは才能のある陸上選手として知られていたがオリンピック出場を志すまでマラソンを走った経験がなかった。それでも彼は 周囲の人々を説得したり、街角でお金を集めたりして、旅費を工面し、キューバからただ一人の陸上競技代表選手として、セントルイスへと向かった。ところが、ニューオーリンズへ到着した後に、クラップスク地に引っかかって所持金を残らず、巻き上げられてしまい、ヒッチハイクでセントルイスまで行く羽目に陥った。それでもオリンピックには間に合い、マラソン競技の当日に、ベレー帽に、 長袖シャツと、長ズボンという普段着と普通の靴のままのいで立ちで、フランシスフィールド競技場に現れた。その姿を見かねたマーチン・シェーリー団は、ズボンの裾とシャツの袖を切り落とすのを手伝っている。セントルイスオリンピックマラソンを走るカルバハル。セントルイスオリンピックのマラソン競技は、4つの国から32名の選手が出場して1904年8月30日に実施された。 その日は気温32度の暑さで道路は埃っぽかった上に先導の車が土ぼこりを四終巻き上げていた。しかも給水所に至っては12マイル地点にあった井戸だけというありさまで最終的に乾燥したのは半数以下の14名のみだった。一夜争いをずっと続けていたカルバハルは道端に生えていた一本のリンゴの木に目を止めた。 40時間以上何も食べていなかった。彼は、その木から2個の青リンゴをもぎ取って平らげた。その後強烈な腹板を起こしてしまったが、なんとか走り続けて4位でレースを終わることになった。彼は1949年、緊急のうちに、ハバナで死去した。生涯については、フェリックス・カルバハル、高齢道でマートーンというスペイン語の本にまとめられている。 キューバーアスレチックスアットザ1904ストリートルイスサマーゲームズ2011年1月2日、閲覧シェリダンはこのオリンピックの円盤投げ金メダリストで、現役生活中に円盤投げ、ギリシャ式円盤投げ及び砲丸投げで5個のオリンピック金メダルを獲得している。ABC アスレチックスアットザ1904ストリートルイスサマーゲームズ メンズマラソン2011年1月2日閲覧 19.312km。J.E. サリバン、スポルディング、S アスレチックアルマナック41905、カンサルタブル、LA84 ファンデーション2011年1月2日、閲覧、セントルイスオリンピックでのマラソン競技の距離は、ちょうど 40km だった。このマラソンでの記録については、上位3名と、キセルマラソン事件で、 失格となったフレッド・ローツの合計4人分のみが判明している。ありがとうございます。